箱入れ息子です。はい、ということで美容室に来ました。原宿にあるスマイルループというお店でいつも切ってもらってます。この後ちょっとデートなんで、デートに向けて髪の毛を切りに来ました。じゃあ切ってきます。はい、完成しました。イエーイ。宮田君、今からデートを。デートっす。おお、バチバチにね、かっこよくしさせていただいたので最高のデートにしてきてください。ありがとうございます。行ってらっしゃい。頑張ります。今日はどこに来たかと言いますと、ババババンババーン、原宿竹下通り。そして今回はとある YouTuber の方とデートをさせていただきます。小耳に挟んだんですけど、お相手さんからご指名をもらったということで、今回は胸を張って原宿竹下通りを歩いて、その方と一緒にデートして幸せにしてあげたいと思います。そして今回は僕が考えたデートプランということで、楽しんでもらえるように頑張ります。それではお相手の方がもう少しで来ると思うので待ちます。レディゴー。はい、今回コラボさせていく僕の彼女さんが着きました。それでは早速来てください。カモンお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。はじめましてではないか、2回目ちゃんと喋るのは。はじめまして。そうですね、はじめまして。俺はとんでもない人とんでもない人とデートする。いや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 、やばいよ。でもデート本当慣れてないんで。いやいや、僕もです。あ、先に名前、呼び方だけじゃ呼び方、どうすればいいですか。あ、じゃあみなちゃん。みなちゃん。みなちゃんって呼んでください。はい、じゃあ俺は、はい、じゃあ普通にトワで。あ、じゃあトワちゃん。はい、トワちゃんでいく。はい、トワちゃん、ミナちゃんで。はい、はい、じゃあトワちゃん、ミナちゃんカップル。はい、参ります。お願いします。お願いします。はい、竹下通りの入り口の前に着きました。はい、久々竹下通り。そう、さっき発覚したんです。はい、年齢いくつですか。19歳です。そう、僕何歳か分かりますか。え、分かんない。おいくつですか。何歳に見ます。22とか。あ、逆にね、21です。おーおーおー、はい、いい線。それね、トワちゃんがシルバーよりゴールド派っていう情報も掴んでるから、ちゃんと今日ほら、ゴールドちゃんとゴールド。え、すごい。嬉しい。え、嬉しい。嬉しい、ありがとう。デートプラン一つ目、喋、はい、るほどですっかり忘れてたんだけど、はい、タピオカと、いちご飴めっちゃ好きだ。わかんの。いちご飴食べたいのと、クレープやっぱ竹下通りといえば、はい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 、どれから攻めたい。でもとりあえずタピオカかな。喉乾いたから。タピオカ行こうじゃあ。よく来る？タピオカよく行く？タピオカは俺あんま家から出なくて、ゲームばっかしてるから。出なさそうだよね。うん、そうだよね。まあ、ちょうどタピオカありました。じゃあここに行きましょう。はい、タピオカ何食べましたか。いちごミルクのやつ。俺がミルクティー。そう、ド定番のね。はい、実はなんか指名をもらったみたいな話を耳に挟みましてあれ気のせい。でもお話をいただいて、はい、お話いただいた時に、まあその裏方のね、方の裏方。そう、なになになに、あ、すみません、話の途中で。いえいえ。それで、はい、その裏方の方と仲がいいから。そうですね。どうするってなって、ちょっと選ばせていただきました。え、ね、消去法みたいな感じ。え、違うインスタ見て。あ、インスタ見たの。一人インスタ見て。インスタの全員見て写真指名しっかり。そうそう、写真指名ちょっとさせていただきましたさっき髪の毛切ってきたのに。え、嘘。そうだよ。もうこのために気合い入れてる。え、すごっ。でもうちも今日ちょっと巻いて一応気合いを入れてきた。入れてきた、うん、はい、いただきます。乾杯。乾杯うん、甘い。うん、うん、おいしい。そう、ここでいちご飴か、うん、いちご飴あったんで買いました。蒸しハピしまーす。はい。あ、これあれじゃん、あのアンパンマンのグミみたいな食べれるやつじゃん、これ。え、嘘。本当に？本当に？うん、本当食べれる。あ、アンパンマン。え？あ、いけた。うん。一回溶かすもんね。うん、うん、うん。美味しい。あ、そう、俺めっちゃ一個やりたかったことがあって。え？トラちゃんのオープニングの挨拶。うん、ここで。おはようでしたみたいな。じゃあやりたい。一緒に。いいよ。おはようで。言うんじゃないの一緒に。おはようでしたです。こんにちは。
こんな感じです。そう、これすごいめっちゃ好き。満足。うん。箱入り息子バージョンもやっていいですか。うん。箱入り息子です。え、好きな食べ物は？お肉。わかる。え、じゃあ嫌いな食べ物は？無理だよ、絶対。きっとね。うわ、いった。あの、オンラインのと、どういう人がタイプなんですか？これはね、ボブ。お前、変えろかな。似合ってたら好き。あ、でも服装マジで好き。いやー、逆に聞きたいわ。タイプ？うん。でも本当に見た目のタイプはマジでなくて。あ、ないんだ。あの、優しくて、あの、こだわりがない人。あのね、うん、優しいね、今俺じゃ今結構いいんじゃないか。まあ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 、ね、ちょっとことちょっと忘れてたわ、うん、ごめんなさい、本当になんか友達っぽい。そうだよね、うん、え、でもそれもいいけど、うん、キュンキュンしたいよね、もっと、うん、じゃあ手つなぎで見ればいいんだよ、一回。え、違う。え、こういうの言ったらダメなんだって。そうほらね、そういうの不意にね、そう不意にガシッといく。あ、わかんないんだよね、そういうの。え、てかちなみに言うと、うん、プランはどこまで考えてる？まずね、タピオカ飲むこと、うん、飲みました。飲み込んで、いちご飴に行く予定だった。あ、なるほどね。でも、まあ、いちご飴食べたじゃん。そう、次にクレープに行く予定だったねえねえねえ、全部食べ物じゃん。え、じゃあそっからそっから、うん、そっから、あ、そう、プリクラを撮って。あ、はいはいはい。そっからなんか抜けて、うん、素敵な景色を見ながら散歩して、うん、まあ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 、とわちゃんのインスタに貢献できるように、うん、あの、写真を撮ってあげようかなって。なるほどね。じゃあそのプラン通りに行くならとりあえず、うん、プリ撮りに行く。あ、プリ撮りに行くか、うん、うわー、すごいな、プリクラだ。わ、超久々。しかも2人なんて久しぶりすぎる。行きましょう。はい。ちゃんがさ、うん、一番最初にキュービックのライブを見に来てくれたのっていつ？キュービックまだ来てない？キュービック行ったことないの？なんで来てくれないの？3周年来てください。え、行きたい行きたい。ライブしたらなんか面白いかな。うん、確かに盛り上がりそう。一日アイドル東亜ちゃん。違う違う、歌とかやってないし。さて、裏原に着きましたけど。はい、裏原には何しに？え、もう俺はね、こっから未知の領域、うん、え、嘘。でも俺、そう、一個だけめっちゃ行きたいのがあった、うん、あ、なになに？かき氷食べれる？あ、好き。とわちゃんとかき氷食べようと思って。あ、じゃあかき氷食べに行こう。そう、そこにね、そこ回ったとこにかき氷屋さんがあるの、うん、あ、本当？撮影許可が下りなくて、だからちょっと断念してカフェ来ました。はい、届いたということで、はい、まず僕はフルーツサンド。かわいい。とわちゃんは？私はこのピンク、ピンクフロートみたいなやつ。いや、これにじゅう。あ、かわいい。いい感じ。よくない？写真撮るのうまいの。あー、かわいい。ほら、写真うまい。俺もほら。あー、うん、いい感じ。いい感じ。ほんと？いい感じ、いい感じ。じゃあ、いただきますか。いただきます。いただきます。離して。え、え、ちょっと、はい、離して。頑張って。手食べちゃう、これ。食べてる顔も可愛い。今日はとわちゃんとデートをさせていただきました。ありがとうございます。超楽しかった。本当に、うん、本当に男性とデートしたのが結構久々だったから、ちょっとあの慣れてないもんで。いやいやいや、すごいちょっとちゃんのリードできなかったんですけど、うん、全然全然、でもちゃんとキュンキュンできたんで。プリクラ楽しかったね。楽しかった。かっこよかった、プリクラの。あ、本当？うん。
部屋もかっこいい。あ、ありがとう。で今度そうプライベートで、うん、福岡買い物行こうねっていう、お買い物の約束もしたので、したので今度行きましょう。ぜひ、はい、今日は改めてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。よかった。あ、うわ、ちょっと待って。今一気に汗かいてきた。ジョジョした？うん。ジョジョした？うん、ジョジョした。毎回聞くんだね、それ。言ってもらわないとわかんない。あ、そうなんだ。